公式 LINE の登録者を募集しています。登録者限定の動画やコンテンツも配布します。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾の中森です。この動画をご覧の皆様はグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。はい、ということで、今日も一問一答やっていきましょう。私への質問がある人は下のコメント欄に質問をお願いいたします。武田塾の英語長部のルートで各レベルの初めのソリューションはカット可能ですか？ルールズポラリスで回していこうと思ってます。はい、可能です。あれはね、最初の一冊としてやっておくといいよって話をしてたかなと思うんですけども、まあ長文いきなり演習入れる人だったらカットは全然可能な参考書かなっていうふうに思います。まあ、時間ない場合はね、まあ一冊しかやんないとか、削るとしたらっていうことで、まあソリューション削るケースは結構多いかなと。ただ入ってみて、あれこれきつくねって思ったらソリューションに一回戻るのをお勧めするって感じですかね。はい。現代文のセンター過去問を使って1日1文って効果ありますか？効果ありますかっていうのは、まあそうですね、センターの過去問とかを毎日解くのは結構いいと思いますよ。まあ古文とか漢文でもね、鍛えたい時は全然それでやれるといいかなと。まあ古文漢文なんかはね、絶対的な演習量足りてないことも多いから結構一気にやっちゃってもいいかなと思うけど、ただ国語系は特にその後回しになってる人割と多いと思うんで、毎日1文やるっていうのを習慣づけるとだいぶね楽になるかなと思うんで、全然いいかなというふうに思います。はい。英文解釈の技術100とポラリスの1と2を買ってるんですが、どちらを優先してやるべきですか？これポラリスは長文ってことでいいんだよね。英文解釈の技術っていうのは基礎英文解釈の技術100なのかどうかにもちょっと関わってくるんだけど、英文解釈の技術100だとしたら難易度的にはポラリス 1,2 が先なんですよ。これが英文解釈の技術100だとした場合ね、基礎英文解釈技術の100だったら基礎英文解釈の技術100やってからポラリス 1,2 でいいと思うんですけど、英文解釈の技術100だった場合はポラリス 1,2 からなんですが、その場合はもうちょっと簡単な解釈1冊やってからやった方がいいかなとは思いますね。基礎の方だったら基礎やってからポラリス 1,2 でいいと思います。はい。藤井先生のゼロから英文法の代わりに大岩先生の一番初めの英文法を使うのありですか？使えないことはないかな。うちの場合だと両方やってますけどね。ただ大岩先生のやつであれば、その後にフォレストなりね、まあ藤井先生ゼロからでもいいんだけどっていうのを用意しつつ文法とかは進んでった方がいいかなとは思うぐらいですかね。分かんないことあったらその都度調べんならそれはそれで大丈夫なんですけどね。はい。ぶっちゃけ英語長文ってわざわざ問題解かなくても精読と音読さえしとけばよくないですか？精読と音読をして構文把握と内容把握できれば問題も解けるので問題解く必要性が感じられないんですがダメですか？まあそれでできるならいいかなとは思いますけど、問題自体で引っ掛けしてくることっていうのが全然あるんですよね。まあ早稲田とかの問題とかを見てもらうととか解いてもらうと分かるかなと思うんですけど、そんな細かいとこまで読まなきゃいけないのみたいなことが結構あるんですよ。で、精読とか音読、構文把握、内容把握っていうあたりとかって全容を把握するためにやるっていうか、その訳すためにやってることの部分があると思うんですね。でも内容が把握できれば設問は解かなくてよくないですかっていうのは、じゃああなたは日本語だったら全部現代文満点取れてですかっていう話とまあ一緒なのかなっていうことですかね。まあもちろん現代文でもね、国語の意味分かってなかったらとか、いや読んだことない文章だったらそういうわけでもないじゃんって話になるかなと思うんですけど、ただ設問があるから設問のためにしなきゃいけない読み方ない解き方があるってことですね。内容が、まあ、完璧に読めていればって言っても、完璧に読むためにはそもそも何聞かれるかを想定しなきゃいけないってところあると思うんで、そういう意味で問題は必要かなっていうふうに思いますかね。はい、といったところですかね。今回は以上です。自宅にいながら武田塾の特訓が受けられる、その名も武田塾オンライン。詳細は概要欄をご覧ください。